日南は海上自衛隊の海洋観測艦。建造費は約328億円。対戦線のパッシブ戦化に伴って、海上作戦の効率的な遂行には、海洋環境資料の収集が求められるようになり、海底地形、低質や潮流、海流、地磁気、水質や海上気象などを相互に関連づけて、精密に測定する必要が生じた。 このことから、海上自衛隊では昭和42年度計画で、赤潮、建造、1969年には、その運用部隊として、海洋業務隊を、新編して、海洋環境情報活動に着手した。その後、昭和50年代に、二見型二隻と、スマを整備して、四隻体制での海洋観測を、実施してきた。本館は、このうち、 1990年代後半の除籍が予定されていた 42AGS の代替艦として計画され、中期防衛力整備計画に基づき、平成8年度計画で建造が認可された。右玄側からの艦艇設計面では2000トン型海洋、観測艦、若さの性能向上型とされており、船形も同じ朝鮮首労型とされているが、 排水量にして1000トン以上を大型化している。外見上特徴的な艦首のバウシーブも同様である。増波抵抗の低減及び艦邸部の水中音響機器との干渉防止のため、艦首部を U 型フレーム、艦備部を V 型フレーム形状としたバルバスバウ付けの船型が採用された。なお、バルバスバウの採用は海洋観測艦としては初めてであった。 観測源は、無限とされており、各種機器の要項の瓶や、波浪の影響を考慮して、完備甲板を、観測作業甲板としている。機器の海中への投入、要集のため、完備には、A フレームクレーン、観測作業甲板作業チューブには、中折れ式クレーンを設けているほか、監視側での作業に備えて、こちらにも例に甲板レベルに伸縮式クレーンが、設置されている。 中折れ式クレーンをはじめとする観測作業看板の各種設備の集中化にし、遠隔制御のため、01看板後部には、後部管制室が設置されている。また観測作業看板の直下には、機材庫が設けられており、リフトによって連絡している。現、ユラ装置としては、01看板チューブの両弦にわたって、有時間方式の原用タンクが設置されている。 護衛艦で、標準的なフィンスタビライザーは、ある程度の行き足がなければ効果がないが、海洋観測艦は、任務の性格上から漂白して、観測を行う機会が多いことから、低速時でも、効果を発揮できる原用タンク方式が選ばれたもので、ある。なお、このアートシステムは、自動的に動揺を予測して原油するスタビロエース、というタイプとされている。なお、 女性自衛官の乗り組みが考慮されており、女性用居住区として、例に看板の主管室付近に、士官寝室が第一看板中部に、会員居住区が配置されている。また本館では、自衛官として、初の試みとして、官庁室のデザインを民間のデザイナーに発注しており、非常に優れたものとなっている。期間区画は、 機械室及び、推進電動機室の2区画に分け、操縦室兼応急式所は、第2看板上に設けられている。水中放射雑音低減のため、手記には、ディーゼルエレクトリック方式を採用している。発電機として、三菱重工業 S16U ディーゼル発電機2機と、三菱 S8U ディーゼル発電機1機を備えており、推進電動機2機によって、 可変ピッチプロペラを駆動する。なお、これらの発電機は、推進発電機と、管内サービスへの給電を兼務しており、統合電気推進方式となる。水中放射雑音低減のため、指機官主発電機は二重防振指示化されているほか、船体部等の補機も、従来管と同様に、防振ゴム、防振管継手による、防振指示を行い、 官邸部の船体外反に精神剤が施行されている。可変ピッチプロペラも大直径の5よくハイスキュード、プロペラとし軸回転数も低回転化されている。軸傾斜を極力抑えるため、推進電動機自体の高さを低く抑えるとともに、可能な限り減速に配置した。また、風や潮流がある場合の低速時運動性能の向上のため、艦首に2機。 完備に一機のサイドスラスターを備えている。一般海洋観測のため、水温記録装置、超音波、ドップラー多層流速計、軽流式磁気流高流速計、環状気象観測装置、マイクロ波式波光計などを装備している。また、海中音響観測のため、V 釣り化式音波電波測定装置、陳定式音波電波測定装置、 海底反射損失測定装置などを装備している。音響観測機器の付設関連装置は、艦の前半部にまとめられており、艦首には、大型のシーブとガントリークレーンが設けられている。海洋測量装置としては、環境下方の艦艇に設置された、CBeam2112 型、マルチナロービーム式速振儀をはじめとして、再電気やプロトン磁力系等を装備している。 これらの観測データ及び、採取標本の処理、分析のため、零散甲板レベルの環境広報に第1観測室を、また、第1甲板後部に第2観測室を設けている。このうち、第1観測室には、収集したデータに時刻、位置などのメタデータを付加した上で、陸上での後処理が容易なように正確に編集。 記録できる観測データ統合処理装置が装備されている。搭載艇としては、11メートル作業艇を煙突両脇の線路甲板上のダビットに搭載しているが、このうち、左舷側の艇は、旋回用音響促進装置や、栄光式サイドスキャンソナーなどを装備した観測作業艇とされている。またこのかケーブル補修などの回中作業のため、 有作式の無人潜水装置を備えている。普段は線路甲板と連続した甲板室上に搭載されており、要項は完備の A フレームクレーンによって行われる。アメリカ製で空中重量約5.5トン、全長約2.9メートル、幅約1.8メートル、高さ約2.4メートルで作業装置としてはマニュピュレータ2機、 ウォータージェット掘削装置等を装備している。耐圧深度1000メートル、作業深度400メートルとされている。日南は、平成8年度計画海洋観測艦5105号艦として、三菱重工業下関造船所で1997年8月7日に寄港され、1998年6月11日に浸水。 1999年3月24日に収益し海洋業務軍に直轄艦として編入され横須賀に配備された2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し災害派遣のため横須賀から緊急出港する2013年11月30日午後2時頃 津軽海峡で無人潜水装置のケーブルが切れて行方不明となり、総会館等で9日間捜索したが発見に至らず海洋データの収集への影響が懸念される事態となった。海事はこの件についての報告を新聞報道があった2014年1月29日まで怠っており、小野寺いつのり防衛大臣は対応を批判している。 2015年12月1日、海洋業務軍が海洋業務対戦支援軍に改編され、同軍令下に新編された第一海洋観測隊に編入された。2016年7月20日午前2時45分頃、鹿児島県の奄美大島の東、約30キロ付近を航行中に27歳の男性の海市長が当直交代後に行方がわからなくなった。 海市長が海に転落した可能性があるとみて、航空機や船で捜索を行ったが、7月27日午後8時に、捜索を打ち切った。ありがとうございます。